フランスリーグドゥ、2部のトゥールーズに属する日本代表 FW オナイウ・アドーは、現地時間18日行われたグルノーブル戦で2得点を挙げて4-1勝利に貢献した。これで4試合連続ゴールと絶好だ。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中を、イウは1点リードで迎えた前半34分。エリア内で巧みな切り返しで相手 DF をかわして追加点を6。後半開始直後にも3-0とするゴールを挙げ、赤後初の1試合2得点を記録した。今季開幕戦でデビューから4試合は得点のなかったオナイだが、これで初ゴールから4試合連続の計5得点、具得点ランキングでも首位と1点差の2位に浮上を果たした。フツシ、レキップも新加入の本人選手はこの試合で非常に目立っていた活躍に賛辞を送っている。リーグ公式ウェーブ、糸などが伝えたところによれば、トゥールズでリーグ戦開幕から8試合を終えた時点で5点を記録する選手が出てきたのは7年ぶり。前は2014-15シーズンのリーグワンで FW ウィサム・ベン・イェデルが8試合5得点を記録していた。あとにフンス代表にデビューし、モナコでリーグワン天王にも輝いたベン・イェデルは、近年のトゥールーズが生んだレジェンド的存在だ。チーもこれで8試合を終えて6勝2分けの無敗で首位、好調。昨季あと一歩で逃したリーグワン復帰、成し遂げるため、チーム最大の得点源として、内上の期待もさらに高まっていきそう。両Thank you.